こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は有足故実です。古来の朝廷や武家の風習、習慣、法令などの転居や洗礼となるに足りる事柄、またそれらを研究し継承することを言います。使い方は有足故事に詳しい学者などと使います。以前から有足故実を楷書で書いています。だから有足故実を行書で書いてます。今から有足故実を草書で書いています。今から有足故実の創作作品を書いています。
最後までご覧いただきありがとうございました。